バーサは、スウェーデン海軍の64門戦列艦。グスタフ2世位、アドルフの命によって1626年寄港。もともと砲艦艦は一層の予定であったが、建造途中で二層に増やされるなど無理な構造で、さらに重武装だったため極端な重量艦になってしまった。1628年8月10日、波が穏やかな日に初公開に出たが、 マストにほぼ張り1300メートルほど搬送した地点で、横風を受け、復元性の低さが災いしてそのまま、横転沈没した。すぐに、引き上げが試みられ、大砲や貴重品は1664年までに、ほぼ回収できたが、船体の回収にはことごとく失敗し、海底に沈んだ状態で放置された。1950年代に入って、バルト海は、 水温や酸素濃度が低く、船食い虫が生息していないことから、バーサの船体が朽ちることなく、復元可能な状態で沈んでいる、可能性が持ち上がった。アマチュア考古学者、アンデシュ・フランツエーンの尽力もあり、バーサは、沈没から333年経った1961年、ついに引き上げられた。長期にわたる復元作業の後、1988年12月から、 バーサ博物館にて展示中。船体や長度などが非常によく原型を残しており、当時の戦列館の姿、建造方法、設備などを知る貴重な資料を提供している。ありがとうございます。